さあということで今回からステージ7ですかね、いきましょう。そういやシャイガイズにシャイガール元気にハッスルしてるかい、僕とシュガーたっぷりの甘い時間を過ごそうじゃないか。ナドメイから早く次の姿勢送ってくれへんか。オーケー、先週真っ盛りなおますなプリティーガールもたくましいプリティーガイも僕を優しくソフトタッチするタッチペンの準備はできてるかな。さあラブロードへ出発さ、行きましょう。なんか結構ゴール地点すごかったな今。まあ、とりあえず普通に上で良さそう。大丈夫よ大丈夫よ、これは当たらないね。オッケーオッケー、これ抜けられるね。よし、ここめっちゃあるな、なんか久しぶりにゴールできた気がする。よし、ありがとうございます。やっぱボーナスでかいな。さあということでステージ7は千年山ですね。これはなんだこれはなんだ。おーし、行きますか。神秘の山で名推理、千年山事件がいっぱい、サフィーの推理がキラリと光る。これがこの地に眠る氷か。何氷だと、ここには氷があるのか。おい、どうなんだ。あることにあるが、君たちは誰だ。うちのソフィー、こっちにいるんはうちの兄ちゃんのサフィーで、これはハマグリでいいわ。私は冒険家のラスケルだ、ラスケルさん。先ほどこの秘宝を手に入れたばかりなんだ。もう少し早く来てれば俺様が手に入れていたのに。めっちゃ近づいてるサフィーさん。お宝探しに来たのとちゃうんやで、全く。それに近づいてはダメだ。まだどんな力があるかわからない。めっちゃ触ってる。あー消えてしまった。兄ちゃんどこ行ったん。兄ちゃん、おめえまで消えちまうだろうが。サフィーからの電話を待ってみようぜ、あいつならきっと大丈夫だからよ。さあということでこのままステージに入りましたね。おそらく7の1かなと思うので頑張っていきましょうか。さすがだね50年は。
サフィー大丈夫か？どうやら遠くには飛ばされなかったみたいだな。シティに帰ってこい。って言いてえところだが、クジラパパが壁に挟まっちまってて。クジラパパ、シティに燃えそうにないんだ。クジラパパの子供のクジラチルドレンを見つけて。どうにかしてクジラパパをどかしてもらえ。クジラチルドレンは3人いるから全員探せよ。何？氷があって先に進めないと。どこもかしこも当選も誰かまたく。前に唐辛子を壊してみろ。そうすりゃ通れるようになるぜ。邪魔なシャッターはスイッチを踏んでる間開くからよ。さあ、モアイさんに唐辛子。で、クジラチルドレン。クジチルがいるわけですね、要は。もうなんか、強そう。ちゃんと中身が。唐辛子がありますな。これは、こっちにはいけないんだね。オッケーオッケー。そういうことか。これで食べさせられる。どうぞ。ああ、そういうことね。オッケーオッケー。ただね、こっちもいけんだよね。かわいいこの敵さん。ここはなんだ？何かするところかな？あー、そういうことか。このポイントね、おそらくクジラパパさんでしょう。ってなるとこっちで良さそう。そうだな、まあ、下から攻めていきますか。さあ、マメダさん。お、ちょっとなんかハート型になってる。おしゃれですね。多分全部の場所行くことになるのかな。3体いるって言ってたよね、そのクジチルは。で、そことつながってる。なんとか大丈夫そう。うわー、しまった。マジか。タイミングだなこれ。なるはやで次って言ってった方がいいね。ここはもうダメージ確保で。行きましょう。さあ、ワープ地蔵さんだね。お、なんかエレキギターみたいな感じかな。お、いるじゃないですか。あれ、寝てる？寝てるくんだ。クジラのチルドレンの一人だな。寝てるときはおとなしいけど、すげえ力持ちらしいぞ。早速こいつを起こすとすっか。この部屋にいるバンド隊にギターを鳴らしてもらえ。バンド隊。バンド隊を叩くと頭から音符が出てくるんだ。その音符がトライアングルの中に入った時にトライアングルを叩け。全部の音符をタイミングよく叩けたらバンド隊がギターを演奏してくれるぜ。おー、いる。バンド隊だ。バンド隊さんだ。はいはいはい。こんな感じ。いい音。あれ、いっちゃった。これでいいのかな。
慌ててクジラパワーのところに行ったみたいだ。今頃親父のことに気づいたのか。クジラパワーを溶かすにはクジラチルドレンが3人揃ってねえとダメだぜ。他のクジラチルドレンをまだ起こしてねえなら見つけて起こしてこいよ。あいつで最後ならシーンの入り口まで行ってみな。ワープ術を使うと早く行けるぜ。よし、ということで、多分、自力で持った方がいいのかな、これ。どうなんだろう。いや、普通に、三分岐のところか、戻れるの。じゃあ、使おう。そんなら使った方がいいわ。オッケーオッケー。さあ、二箇所目行きましょう。プロペラビットさんだね。あぶねあぶね。ちょっとね、体力も回復しないといけないですからね。わあやっぱむずいな。あ、これ壊せるんだ。楽や。なんかひらがなの輪みたいなやつが飛んできましたの、今。やっぱひらがなの輪だよな、あれ。なんかドラえもんの秘密道具でこういうのなかったっけ。さあ、マーメイドさん、うん、回復ありがてー。これは唐辛子あるよね。連れてっちゃうか。これもしかして一番難しいところ最初に行っちゃったやつか。なんか普通に行けそうだよね、これ。いや、そうでもないか。これちょっと広いな。もう一回ぐらいあるか。もう一回ありそう。よし、これで大丈夫でしょう。ね、この炎のダメージ判定あったらやばいっすよね、なかなか。クジラチルドレンの一人だな。グースが寝てるのを見るとどっかの亀を思い出すぜ。確かに。こいつを起こすにはバンド隊にギターを演奏してもらうに限るぜ。オッケー。さあ、お願いします。オッケー。これで2体目だね。2人目。よし、これで上かなと。上行きましょう。さあ、マメドさん。とりあえず真珠取ろう。これはもういい。ダメージ確保でいい。よーし、オッケーオッケー。結構逆らえるよね。
そうか。まあとりあえず入っちゃうか。さあいましたね。でバンド隊さん、これで全員かな。ただちょっと手前に1個扉あるんで、その扉も行ってみようか、戻る前にね。こっちになるっぽいんだ。あったあった、魔人の扉か。まあとりあえず大丈夫そう。そんなら戻っちゃっていいですかね。戻りますか。さあお願いします。で戻って、これでこっちに行けるのかな？おお、押してもらってる。そのまま画面外に行ってしまった。これで行けるね。さあ戻ってきました。兄ちゃん無事でよかった。全く心配すんなよな。まさかこの秘宝にあんな力があったとは。私の注意不足のせいで危険な目に遭わせてしまった。すまない。お詫びと言ってはなんだが、これを受け取ってくれ。ありがとうございます。さあということでクリアですね。民族帽子、サフィーが無事でよかったね。次は大きな人がサフィーたちを待ってるみたい。大きな人、おおここにいらっしゃいますね。大きな人が。金属帽子、あーおしゃれ、いいな、なかなか。今んとこまだヤドカリダさんの帽子かな。なんかここにさ出てこなかっただよね、やっぱり。あ何かが通っていたぞ今。さあ行きますか。なんだこのでっかい像は。下半分が待ってるぞ。そこのお主ら、スタロックという探偵とその一行であるな。スタロックさん、ブルダッドさん。スタロックって兄ちゃんのこと？探偵って。そういや前にどっかの探偵と間違えられたことがあったな。千年山の守り神であるブルダ様がお主らに話があるとおっしゃっておられる。ブルダ様って誰なん？ここにはうちら以外には誰も。このでっかい像来てるで。このお方こそブルダ様である。そうのないように。ふむふむ、お主らの名探偵としての評判聞いておる。探偵ならばわしのなくした数珠を探し出してほしいとおっしゃっておられる。数珠、もちろん何かお礼をくれるんだろうな。ふむふむ、お礼の他にハイハイスピンを伝授して鎮ぜようと。おお強そう。ハイハイスピンって何やの？そうな通り、ハイハイしながらスピンができる技である。この先は狭い通路が多いからハイハイスピンが役に立つであろう。詳しくは看板を立っておくのでそれを見るがよい。今回うちの出番みたいな。すぐに取ってくるし、兄ちゃんらはここで待っとって。さあスタピーちゃん、そうたらね。ということで7の2ですね。守り神ブルダ様、ブルダ様がなくした実像を探してあげよう。どこにいるのかな。ハイハイスピン、これかな。ハイハイしながらスピンができるはずである。使いすぎると目が回るとおっしゃっておられる。え、普通に強くないですかこれ。
こっちはワープお地蔵さんだけって感じかな。え、強っ。え、もうこれで移動すればよくない？むしろ。はい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 、はいはい、さあ豆田さん、え、マジで強い、強いし使いやすいしめちゃいいアクションだな。可愛いねこの敵さん。この先にある溶岩なんか怪しいな。何か出てきそうな気がするぜ。スタフィー、ここは慎重に行くんだぞ。溶岩から何か飛び出てくるかもしれねえからな。注意進めよう。おお、そういうこと？やばいな。倒せやするんすかね。上の扉が閉まってるだと。だったら下の扉から進めばいいだろう。上の扉を開けるためのレバーか何かがあるはずだ。多分だけどな。ということでこちらから行きましょうか。あー、崩れる系ね。とりあえず取っていこう。お、レバーあったね。これかな。えい。これで扉入れるね。オッケーオッケー。よし、戻りましょうか。なるほどね、こっち戻る用だったみたいな感じか。さあ、マメドさん。はいはい。うわー、危ねー。よかった。一応そういう対処法があったんだな、今みたいな。え、待って、この状態で飛べるの？いや、なんかうまいことタイミングが噛み合っただけか、もしかして。足場があるがおめえには無理だな。とりあえずここは後回しにしようぜ。また今度来た時にスタフィーに連れてもらえよ。あいつだったら届くだろうからな。完全に2周目的な要素ってこと？さあ行きましょう。まあ順番かな。さあ、あれば、まあ順路的には大丈夫だったのか。
そう考えるとこれで戻ってってところだね。でこっちかな。わあしまった。とりあえず回復しよう。マメドさん助かる。さあもうちょいで5000真珠いきそうだね。数珠は見つかったか。拾い終わったら死に帰ってこいよ。右上にあるワープ数珠を使うと楽に帰ってくれるな。よし、この先かな。そろそろっぽいよね。あったあった、オッケー、ありがとうございます。さあ戻りましょう。取ってきたで。はい、これ数珠を取ってきてくれたか。さすがは名探偵の妹であるな。感謝する。ふむふむ、約束通りお礼の品渡そうとおっしゃっておられる。まあ当然だな。さーてどんないいものが入ってるかなと。ふむふむ、お主の欲の深さ、いつか災いを呼ぶであろうと気をつけよとおっしゃっておられる。俺様を呼ぶのは災いじゃなくお宝だぜ。災いなんか怖くねえ。ハマグリ体が増えとるで無理はせん方がいいんとちゃうか。うるせえクソガキは黙ってろ。たくどいつもこいつも。さあということで背中チャック、ラブリーとお友達のあの人が困ってるみたい、助けてあげよう。お、ラブリーさん名前が。おーあなたは。背中チャック、あーそういうことか。わー開くんだ、やばいな。なかなかのご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。またツイッター、インスタグラムなどもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。